体喜ぶチャンネル、こんにちは。お元気ですか？管理栄養士の丸尾です。今回は塩麹の作り方をご紹介したいと思います。この塩麹ってね、一時期すごいブームになりましたよね。でもね、これ決してブームでは終わってほしくないぐらい、もう定番になってほしい調味料なんです。というのもですね、この塩麹発酵食品ですので、調味料として使うだけで手軽に腸活にもつながります。そしてこれ料理もね、すんごく美味しくなるんですよ。もうこの塩麹があるだけで手軽にね、ちょっと手を抜いたとしても料理が美味しくなって、きっとその食べた人もね、びっくりすると思います。魚とかね、お肉に使うと食材も柔らかくしてくれるんです。で、この塩麹ってね、市販もされてるんですけど、もうほんとピンキリで、僕今でも衝撃だったんですけど、一回そのすごい安いね、塩麹をちょっと味見する機会があってですね、舐めてみたらもう自分がね、いつも家で作ってる塩麹と全然味が違って超まずくてびっくりしちゃったんですよ。だからね、あの中には塩麹ってあんまり美味しくないと思ってる方も多いんですけど、それ間違いです。それ市販品が美味しくないだけなので、もちろん市販品の中にもいいものもあると思いますけども、ぜひね、自分で手作りしてもらえたら一番安心なんじゃないかなと思います。菌も元気ですし、簡単に作れますので、ぜひ今回の動画をご覧になってですね、一緒に作っていけたらと思います。ではまず原材料から確認していきましょう。こちらが塩麹の材料です。まずは米麹ですね。こちらは有機の、米麹になります。なかなか珍しいですね。このね、八坂さんという会社もいい会社さんなんですよ。ここが出している白味噌もすごく美味しいです。今回有機の麹を使います。そしてこちら塩ですね。塩、これもね、ぜひ天然塩を使ってみてください。今回海の精を使います。そしてお水、原材料はシンプルにこの3つだけでございますので、非常に手軽に作ることができます。それでは作っていきましょう。まずは米麹、これ 300g 量ります。まあ、今回作りやすい量で作っていますので、この麹の量を変更する場合はですね、この同じ比率で塩と水の量も加減していただければと思います。おい、あ、もうちょっと、お、ピタリ賞狙いたい、いいよ。いや、これね、そんな正確に量らなくていいんですよ。まあ、300ね、はい、入りました。で、うわ、いい香り。もうやっぱいい麹ってね、この時点からいい香りがするんですけど、で、測れましたら一回この時点でですね、手でよく揉み込んでください。この時ね、こう手の菌が入るっていうね、またこう非科学的なことを言っておりますけども、でもいいじゃないですかね、そういう考え方があったって。この時に優しくね、自分の思いを込めながら、こう麹にね、起きるんだよってね、長い眠りから覚めて、これから発酵して仕事をしてもらうわけですので、ぜひ心を込めてですね、さあ美味しい、麹をね、発酵して作ってくれよということで、こう心を込めながらですね、揉み込んでいきます。まあ、これ別にね、めんどくさいって方はこの工程飛ばしてもらってもいいと思うんですけど、僕最初に塩麹の作り方を教えてもらった兵庫県の龍野という場所のですね、もう老舗の麹屋さんがあるんですけど、そこのお店の方が言うには、この工程がね、塩麹の美味しさを分けるんだよっていうふうにおっしゃっていたので、僕はそれからね、これを結構しっかりやってます。はい、で、馴染みましたらここに塩ですね、加えていきます。塩が 90g ですね。もう直接いっちゃうっていうね、結構荒っぽいやり方をしてますけども、本当は別のボウルで測ってやった方が失敗がないと思いますね。はい、でも OK、 89g、 まあいいでしょう。で、塩を入れましたら、またこのボウルの中に手を入れて、今度塩と麹をなじませるように揉み込んでいきます。これもね、偏りがないようによく揉み込んでくださいね。まんべんなく発酵させるために、よく揉み込んでいって、この塩を全体に混ぜ込んでいってください。で、全体が混ざりましたら、ここに水を加えます。まあ一度に入れるっていうよりかは2回ぐらいに分けて入れた方がいいんじゃないでしょうか。1回入れて混ぜて、うおー、冷たい。これで全体を混ぜて、で、馴染んだらもう残りの半分の水を入れて、また混ぜ込むっていう感じですね。で、この水加減なんですけど、麹の状態によって変わってきます。今回乾燥した麹を使っているんですけど、生の麹もあるんですよ。で、乾燥の、まあ、今回使ってるよね、割とこう乾燥している麹の場合は水分吸いますので、で、これから後で説明しますけど、どんどんこれを常温に置いてですね、発酵させていくんですね。
でその時に麹がどんどん水分を吸ってカラカラになる場合があります。干上がってしまう場合があります。その時は適宜水を足してください。あまりに水分が少なくなってしまった場合は適宜、水分を足しながらですね熟成していってもらえたらと思います。で混ざりましたらこれを瓶などの保存容器に移していきます。保存容器はね、こういった瓶のものが一番いいかなと思いますね。この容器にこれを移していきます。はい、移し終わりました。で、そうしたところですね、やっぱりこれ早速ですね水分を吸って水が少なくなってるんですよ。わかります？もう結構ほら干上がっちゃってますよね、中身。やっぱり乾燥工事使うとこうなるので、水分、この場合は水分を足してください。今から水足しますね。でまたこれしばらくするとね水分吸いますので、その吸ったごとにですね足していただけたらと思います。今このような状態ですね。これぐらい、わかりますか、水面がこう今見えますかね、はい、あるような状態、これぐらいまで水分があるようにしてください。でこのあとなんですけれども、常温で結構です。このまま、蓋あまりきつく閉めないでね、ふわっとさしといてください。状態、常温の状態で、熟成させて いきます。で1日1回ですね蓋を開けてスプーンで結構ですので、中をぐるーっとこう下から上に、全体がこう混ざるようにスプーンでかき混ぜてください。はい、これを1日1回ですねやっていただくと。で常温に置いて、1日1回かき混ぜて、季節によって違うんですけど、だいたい1週間から10日ぐらいで出来上がりになります。出来上がりになります。でできたかどうかっていうのは別にそのあんまり基準ないんですけど、毎日ねこう見ていただくと結構麹の状態が変わっていくのが分かるかと思います。なんかどんどんね溶けていくっていうか発酵が進んでるなって感じが分かると思うんですね。であとはこのかき混ぜた後のこのスプーンを一回ね舐めてみてください。毎日かき混ぜた後ね。でそうすると最初はすごい尖ったようなこうしょっぱい味がすると思うんですけど、だんだんそれが甘みを増してきて旨みを増してくるようになります。そうなってくると、その熟成がね発酵が進んでいる証になりますので、それも一つの目安にしてもらえたらいいかなと思います。でも大体7日間から10日間ぐらいで出来上がります。でできたら蓋をしてもらって冷蔵庫保存ですね。冷蔵庫保存で冷蔵庫入れておくと半年は持ちますよ。使い切ってほしいんですけど、なるべく早めにね。でも半年ぐらいは全然持ちますし、中にはね、中にはとか僕もそうなんですけど、長期で熟成させた方が美味しく感じる場合もあったりしますので、その辺いろいろね、生き物ですから菌が生きてますので、その状態見ながらねうまく使ってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。で使い方なんですけど、もう塩の代わりに使ってもらえば OK です。塩代わりに使っていただければ OK ですので、もうあまり難しく考えずね、塩入れるところで、あ、これ塩の代わりに塩麹入れてみようかなみたいな、もうそんな感じでね気軽に使ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。手軽にねやるんでしたら、例えば卵焼き作るときに塩の代わりにこの塩麹を入れて卵焼きを作ってみる。もうこれもね絶品、すんごく美味しくなりますので、ぜひね手軽に試してもらえたらと思います。今後ねこのチャンネルでも塩麹を使ったレシピなんていうのもどんどんアップしていこうかなと思いますので、それに間に合うようにですね今のうちにぜひこの塩麹作っておいてもらえたらと思います。ということでね、ぜひ1日1回かき混ぜる、もう自分のねペットを育てるような感覚でね楽しんで作っていただけたらいいんじゃないでしょうか。ぜひやってみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。